アウターヘブリディーズの位置アウターヘブリディーズは、スコットランドの地方行政区画の一つ。スコットランド西岸に連なる砂上の島々からなる。島々は、ヘブリディーズ諸島に属し、民地海峡によって本土に近い、インナーヘブリディーズ諸島から隔てられている。島所部では、ゲール5が広く離されている。面積3071平方キロメートル。人口は26,400人。 シュートはストーノーウェイ。1266年のパース条約締結まで、ノルウェー王国が200年余り、ヘブリディーズ諸島を支配したことから、ノース人の言語や影響が今も残っている。ヘブリディーズ諸島はアウターヘブリディーズの西方に浮かぶ、モナク諸島、フラナン諸島、セントキルダ、ロッコール島も含まれる。キリスト教信仰は、西部島諸部に深く根を張っている。 しかし過去に、種族の違いを主な理由として、北部の島々では歴史的に長老派教会が優勢なのに対し、南部の島々ではカトリック教会が優勢である。小さなスコットランド聖公会の教会がルイス島、ハリス島にある。西部島諸部の北はイギリス最後のコンニシ主義カルバン派の画像とされてきた。多くの住民がスコットランド自由教会。 さらに保守的なスコットランド自由長老協会に属している。自由協会、自由長老派協会、さらにスコットランド協会の集まりでは、因文の詩編とは違ったどんな歌も、インストゥルメンタル音楽も使用されない。2006年には、地元のフェリー会社が、安息日に、ハリストウェフェリーを運行させると決定したことで、議論が持ち上がった。 一般的に不適切な服装で教会へ現れた人々は受け入れられないとされている。不適切な服装には女性が帽子をこむるのを忘れてきたり、スカートの代わりにズボンを履いてきたり、男女とも信者がジーンズのような普段着を着てきた場合が当たる。すべての同性愛者のカップルが2004年発令のシビルパートナーシップ法によって、 パートナーとして登録できるようになったことから、これにのっとって、同性愛者カップルが、教会の公式行事に参加するのを、地元議会は拒否した。ありがとうございます。